SNS とかであんま誰でいいんだしなくて、まずちょっと人を集めてから大きく拡散するみたいなことをよくやります。ツールを極めるっていうのが結構大切で、はい、こんにちは。今回はコミュニティについての動画の3本目になってます。1本目は観光業界でこれからコミュニティが大切だよっていう話と、第一歩では新しいこれからの観光について考えるコミュニティを立ち上げますっていう話。2本目は実際にコミュニティを運営するにあたってどんなことが大切なのかっていう5つのことをまとめて話してもらいました。今回はコミュニティを立ち上げる上で必要な手順を聞いていければいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。一応3つのプロセスで企画と集客と、あと運営に分けてお話しできればと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ一番最初に企画のところから聞いていければいいかなと思います。はい、企画で一番規模は誰にどんな価値を届けるのかっていうのを徹底的に考えるというのが大切かなと思います。で、まあ、僕たちが今やろうとしている新しい観光について考えるっていう理由と、メインは観光業界の人とか、あの地域の人で、これからコロナの中でどういう動きをしていけばいいのか全くわからないというような人に対して、どんな価値をで言うと、実際にこれからの観光とか自分たちの戦略を考える上でのヒントになるような情報だったり、旅行者の実際の生の声だったり、そういうのを得られるようなコミュニティを作りたいなと思っています。で、この誰にどんな価値を提供するっていうところを徹底的に考えるのが最初なんですけど、そのために必要なのが前の動画でも説明した理念みたいなところとか、お互いの利益というかどういうメリットがお互いにあるのかっていうところを考えるっていうのはもちろんなんですけど、僕たちがよくやることでユーザーのヒアリングっていうのを結構やりますと、で、これはもう僕たちが実際にコミュニティが、じゃあこういうコミュニティやろうとか、こういうイベントやろうってなったら、それに本当に来てほしいペルソナっていう人は結構バイネームで思い浮かんだりするので、そういう人たちを捕まえて、こういう企画やろうと思うけど、どうみたいな、実際に需要あるとか、お金いくらぐらいか払うとか、もうちょっとどういうのがあったらいいとか、その辺を徹底的にヒアリングをします。で、企画を自分たちだけで作るというよりは、今いるコミュニティだったりとか、他の人に話を聞いて、一緒になんか作っていく。はい、そうですね。それがなかなか、僕たちすでにコミュニティがあったりとか、つながりがあるからできるんですけど、例えばじゃあ女子高生向けのコミュニティやりたいんですってなった時に、女子高生つながりがないとかっていうのがあると思うんで、そういう時は外部のキャスティングじゃないですけど、そういうつながりがあるところ、例えば僕たちだったら旅人というか旅好きな人たちのつながりがあったりするんで、そういうところにお願いして引っ張ってもらって、その座談会みたいなときやり起こしてもいいですし、あとは僕たちよくやるのは Twitter とかで、ちょっとリリースではないんですけど、事前にこういうこと考えてて、こういうの考えてるんですけど興味ある人いますかとか、こういうの需要ありますかっていうのをちょっと Twitter とか Facebook とかに投稿してみて反応を見るみたいなこともよくやっています。なんか外の人に聞いてもらうのもそうだし、外に発信することによってこれからやるんやみたいな、ちょっとした期待、でプレリリースみたいなのがあるんですね。そうそうそう。であとは企画で言うと、もう一個は考えてることとか一回明文化して、で、こういうこと考えてるとかっていうのを、そろそろビジョンがどうとか、会費がどうとか、そういうのをちゃんとテキストとか資料にまとめて、お互い共通言語として認識合わせるみたいな企画の段階で結構大事ですので、それはぜひ、特に企業とか地域とかチームであるところは、それは大切かなと思います。で、企画の段階で結構抜けがちなのが、運営の体制を考えずに集客とか人を集めるとこをまずやっちゃうっていうのがよくありがちなミスで、じゃあ実際にコンセプトとか何があるかみたいなのが固まりました。で、そこから人を集めちゃうと、人が来たらそこの対応したりとか、実際にコンテンツを提供したりとかっていうのをしないといけなくなってくるんですけど、運営の体制とか実際にできる人が揃ってないと、なかなかコミュニティを動かすことができないので、人を集めたりリリースする前にちゃんとどういう役割が発生して、参加者申し込みをしてきたらどういう連絡を入れないといけないかとか、運営の体制をしっかり作ることが大切かなと思います。確かに、もう集客したらその量を受け入れる人が必要になる。そう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 。で、今は僕たちは4人チームでやってるんですけど、もう体制がパンパンでコミュニティやりすぎて人を来すぎて、そこが全然受け入れなくなっているんで、今はそのコミュマネっていうコミュニティマネージャーを育成する、またコミュニティっていうのを別でやっていて、そこの卒業生にどん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 そのコミュニティマネージャーとして入ってもらって、一緒に運営を作ってもらうっていうことをやってるんですけど、僕たちもこんなコミュニティやってても、もう回らないみたいな感じになりますし、特にゼロから新しいコミュニティ立ち上げたいとなったら、絶対に運営結構きつくなってくるので、そこの体制とか、具体的にどういう役割があったらいいのかとか、その辺は考えてあげる必要がありますし、僕たち相談してもらったら、こういう役割が必要で、こういう人を入れた方がいいですよとか、こういう特徴がある人をいた方がいいですよとか、その辺は全然アドバイスできたりとか、あとはそんな人がここにいるんですかってなったら、僕たちのコミュマネの卒業生から、業務委託とかでお仕事をお願いしてもらう形でも全然大丈夫かなと思うので、そこの体制を作るっていうのは結構大切かなと思います。
工数とかどんぐらい、じゃ何が一番大変なんだろうみたいなの分かんないですもんね。まず立ち上げる、やっぱ一番もたないのはかっこいい意味のあるビジョンとか理念みたいなのを作って、うん、提供できる価値とか自分たちのリソースとしてはめちゃくちゃいいものを持ってるにもかかわらず、それをマネジメントするだけの体制がなくて続かないからやめちゃうみたいなのはよくあると思うので、それだけは避けたいかな。はい、ありがとうございます。そしたら次は集客に関して、はい、ちゃんとお願いします。はい、集客はまあ結構企画でも似てるんですけど、うん、コミュニティって理念とかビジョンとかそれに対して人が集まってくるので、うんうん、しっかりなぜそれがあるのかとかいう思いっていうのが分かるように、うんうん、おすすめはこの時代背景とか最近のトレンドとかに絡めながら、今ってこういう時代ですよ、ね、うん、まあ、でそれに対してこういう課題がありますとか、うんうん、それをもっとこういう風にしたいですっていう時代背景を含めた上でこういうことをやりたいと思う。いろんな理念とかビジョンをしっかりと記事だったり動画でもいいですし、で書いてそこをまず分かってもらうとっていうのが一つと、でもう一個が具体的にじゃあ何をやるんですかとか、いつから開始でどれだけ料金かかってとかっていう本情報はしっかりご連絡しましょうと、っていうのが集客の記事とか書いたりとかする大事なものかなと思います。参加する人たちのメリットもそうやし、その思いにちゃんと乗っかってきてくれるそうですねような記事を書いたりとか、はい、集客をするのがいいってことですね。そうですね、そのためには結局最初の企画の段階で誰にどんな価値をっていうところを明文化できないと絶対そこをうまく表現できないんで、うん、まず最初の企画を取り入れてですね、でその後集客の記事を書いたりとかが大切かなと思います。で、あとは新しい観光について考えてほしいのもそうなんですけど、 SNS とかであんま大々的に出してなくて、そのいっぱいやってるコミュニティの中でちょっとそのこういうのやります、興味ある人いたらどうですかっていうふうにちょっとずつ声かけをしていって、まずはクローズドに人を集めるっていうことをやってみますと。で、この動画3本立てでここまでわざわざ言ってくれてる人がなかなか少ないと思うんですけど、一旦そういうコアな人というか、うんうん、大事なことを知ってくれてて情報を取り入れてくれるような人たちにまずは展開をしていて、でそこで今の現時点で30人だったら集まってるんですけど、まずちょっと人を集めてから大きくたくさんするみたいなことをよくやります。でこれのメリットとしては軌道修正がしやすいっていうのが一つ、あ、ちょっと企画ミスったなとか、なんか思ったより反応悪いなってなった時に大きくリリースしすぎると修正しづらいみたいなのがあるっていうのと、あとはいざリリースした時とかにすでにちょっとずつ巻き込んで声をかけてる人たちが割と協力してくれるというか、一緒になって盛り上げてくれることがあるので、それを小出しにしながらまずは身近なクローズな人に個別に連絡をしてお誘いをしたり集客をするみたいなのが僕がやりたいと思います。共感してくれてコアな人たちが共感者になって一緒に作っていってくれるみたいなイメージ。そうですね、なので何かコミュニティやりたいとかっていう人は、いきなりプレスリリースとか Twitter とかで拡散とかじゃなくって、一旦自分たちの過去のチェックリストにメルマガでちょっと告知をしてみるとか、 LINE アップとか登録してくれてる人もいたらそこに流してみるとか、そういうのをやってみるみたいな感じです。なんかこの集客の時に集客の仕方とかもすごい大事だなと思っていて、使うツールとかはいツールを使ったりもする。もっとイベントよくやるときは BTX を使っていて、で今回のオンラインのコミュニティは月額課金制ができるキャンプファイヤーさんを使わせてもらってますと、で自分たちで全部サイトを作って実際機能もつけてみたいなのってめちゃくちゃ大変やし、もちろんその方がかっこいいデザインでとか自分たちの世界観を反映してみたいなのができるんですけど、最初の立ち上げ時は今すでにあるプラットフォームに乗っかるのが早いし、さっきの反応を見て修正するのがやりやすかったりするのでいいかなと思います。で BTX とかだともう過去にずっとイベントやりますって今1万8000人ぐらいの過去の参加者というかそのリストがあったりするので、そこでイベントを公開するとそこに1000人数字が行くので、そういう風にプラットフォームの集客力をうまく使えるので、何かその決め方で定番のものを決めてそれを使っていくのもいいかなと思います。はい、じゃあ次は運営に関して聞かせてください。はい、はい、運営について大切なのはまず特にオンラインだとツールを極めるっていうのが結構大切で、ツールを極める、はい、僕たちだとよくスラックとかを使ったりするんですけど、はい、やっぱり新しいコミュニティを作ってそこに入ってくる人たちって全員が全員スラックに慣れてるわけでもないし、Zoom でウェビナーをやるとしても全員が Zoom に慣れてるわけじゃなかったりするので、不具合とかよく分かりませんがめっちゃありますと、なんとなく使ってるけどなんかあんまり日々の生活に落とし込めないというかっていうのもめっちゃあるので、まずはその僕たちの運営側がめちゃくちゃツールに詳しくなって、スラックってこうやって使ったらめっちゃ便利とか、こういうやり方をしたらより良くなりますよっていうのがちゃんと言えるようにしておくとか、あとは運営上支障をきたさないというか、僕らが運営側なのにスラックとかズームで不備があって遅れてますとか、そういうことになると不信感が生まれてしまうので、とにかくそのツールとかインフラ周りをちゃんと整備をしてそれについて詳しくなるっていうのが運営面では大切かなと思います。であとはオリエンテーションですね。
最初のその導入とかキックオフのタイミングでオリエンテーションをしっかり作り込んで、特に最初のビジョンというか、なぜやるのかみたいなところ、あとはそれはどんなコミュニティでもそうなんですけど、コミュニティの中での振る舞い方というか、こういう構造がいいですよとか、こういうのやめてくださいねとかっていうところをしっかりオリエンテーションでオンラインでもいいし口頭で説明をする場を設けたりとか、あとはその動画を撮ってそれを見てもらうとかでもいいですし、テキストだけだとちょっと伝わりにくいところもあるので、これやっぱり実際に会を開いたりとか動画で伝えるのがいいかなと思います。じゃあそのコミュニティ内でのスタンスだったりとか、運営側のスタンスだったりとかをオリエンテーションで示すみたいな、そうですね、感じですね。はい。で、毎月続いていくコミュニティでどんどん新規の人が新しく入ってくるとかのコミュニティの場合は、毎月とか2週間に1回とか、その定点でちゃんと新人向けのオリエンテーションの場みたいなのを作って、そこで説明会を開くのがいいかなと思います。結構出遅れる人がいないようにケアをしていくっていうところですね。はい。他になんか運営面で気をつけてることだったりとかありますか？はい。運営から参加者に対して提供するものっていうのと、そうじゃないものをちゃんと線引きするのが大事ですかなと思っていて、コミュニティ自体の価値は双方向性というか、参加者の交流ではあるんですけど、それを全部僕たちが提供するわけじゃないんですよね。なので僕たちはここまでやりますと。で、こっから先のこういうメリットとか、コミュニティのこういう価値っていうのは自分たちで掴んでくださいねっていう、運営が関与するラインみたいなのを決めておくのが結構大切かなと思っていて、前の動画でも言った自立分散型というか、主体性みたいなところもそうなんですけど、運営としてはここまでですと。でも、コミュニティの価値はここまでありますと。で、ここの余白の部分は自分たちでやってくださいね。で、自分たちが動くことでこういう価値が手に入れられますよっていう余白を提供するみたいな、余白に気づかせてあげるみたいなことをすることによって、自発的な行動とか自立分散型のコミュニティになっていくので、そこは結構気をつけてやってます。全部やらないっていう感じですね。確かに全部やろうとすると、もっと良くしたい、もっと良くしたいって止めどなくやることが溢れちゃって、結局僕らの方がそのコミュニティのプロというか、運営でずっとやってて、いろんなコミュニティやってるんで、全然参加者の人たちよりもアイデアはあるんですよ。で、これやったらもっと良くなるのになとか、満足度高めにはこういうことやったらいいってめちゃくちゃアイデアあるから、でも僕たちが主導でやってしまうと、もう無限にやらないといけなくなってたりするので、そこをちょっと踏みとどまって、参加者の人たちが本当にやりたいと思ってるかとか、この余白を本当に満たしたいと思ってるのかっていうのをちゃんと様子見ながら、本当にそれやりたいんだったら自分たちやってもらうみたいな、なんかそういう関係性の作り方が大切かなと思います。はい。他にありますか？あとは最後なんですけど、参加者にコミュニティのことを発信してもらうっていうのをやってますと。で、これは前の動画でも言ったんですけど、自分たちのコミュニティを外に発信することで帰属意識が高まったり、エンゲージメントが上がるっていうことが絶対にあるので、このイベントとか講座が終わったら、ハッシュタグこれでつぶやいてくださいねとか、別に強制するわけじゃないんですけど、つぶやくメリットというか、SNS で投稿すると、他の人たちの感想も見れるし、参加者同士で繋がりますよっていうのを示してあげたりとか、あとは僕たちよくやってるのは、ノートを使って、共同運営マガジンっていうのができるんですよ。なので、コミュニティの参加者だけで運営しているノートのマガジンを作ってあげて、ノート書いたらここにどんどんどん追加していけば、皆さんの考えていることがここに溜まっていきますよみたいな場を作ってあげたりとかっていうことをやっています。ここにどん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 ノートが溜まっていくっていう仕組みですね。はい。だいたい今僕らやってるコミュニティだと、月1本ぐらいは1人全員書いてくれてるような感じですかね。そうですね。だいたいそんな感じですね。はい。はい。そしたら今日はコミュニティを立ち上げる手順について聞いていきました。で、3つあって、1つが企画。で、企画は自分たちがどんなことをやりたいのか、なぜやりたいのかだったりとかのビジョンの部分を突き詰めるのが大事だよっていうのと、あと集客の部分で言うと、まずはクローズドにして、共犯者をたくさん作っていくのを意識する。っていうのと、運営だと通路を極めるっていうのと、新規で入ってきた人たちが出遅れないようにオリエンテーションをする、あとは余白を作ってあげるっていうのはすごい大事だよっていう話をしてもらいました。はい。で、たくさん話を聞いてきたんですが、かなり大変なことも多分多いと思っていて、新しいコミュニティを立ち上げる際にどんな役割が必要なんだっけだったりとか、どんなタスクが存在するんだろう、どんなツール使ったらいいんだろうっていうのは多分わからないと思うので、もしコミュニティに関する相談があったら、僕たちコミュニティチームに相談してもらえればいいかなと思います。で、概要欄に Twitter のリンクも貼っておくので、そこから DM してもらったりとか、会社の方にメールしていただければいいかなと思っています。で、タイポでも新しい観光を考えるコミュニティを始めるので、そこに入ってもらったら、実際にどんな風にコミュニティが立ち上がっていくんだろうとか、どんな運営のコミュニケーションの取り方があるんだろうっていうのを実際に学ぶことができるので、ぜひ体験をしてもらいたいなと思います。それも概要欄にリンクを貼っておくので、そちらからご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。